なんかタオル1個なかったかな。うん、紫なくしたどうした、あったか、海行きます。な、何やったここの名前、平野、平野海水浴場です。いい波じゃなくていいから、人がいないところでやりたいな。はい、こんな感じです。もうサイズあるじゃん。うん、パパ 4.5 でミユ 12。 12? え、乗った、何やった、どう
ちょっと暴走しとったけど大丈夫か？あ、そっか。かなり暴走しとったね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こっち行きました。はい。あ、そうですか。あの、あ、ご飯食べてくださいね。温泉がね、明日なんですよ、僕は。今日で帰ります、私は。あ、じゃあ分かった。僕は土曜日の晩御飯が出てきて。はいはい。今日、金曜日からね。あ、大阪に。あ、仕事、仕事ね。仕事はあります。ありがとうございます。え、もう入りました？うん、あの、スタミナで、なんかちょっとやっぱあれ、スタミナですよ。あ、ここ？そうか、じゃなくて、ここ平野で、スタミナ。え、ここ二目じゃない？ここは平野。平野。あ、はい。昨日、密着したとこが二目。ちょっと下の。あ、はい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 。はい、あの、風のとこ？風が強かったと思うけど。はい。昨日、女の子も良くなりましたね。入りの、外入りの、あそこだけが面が綺麗で、入らないときはもうない、たまに、うん、あと、ここはね、大きいの浜っていう、もっと足取りの方に4畳ぐらい行っただけど、まだ4畳ぐらい、綺麗だ、綺麗だけど、大きいの、遠いな。明日また頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうも、はい、実は昨日これ買いました。これカール、味がえ何これ、味が風味豊かな和風だし、これパパが買ったやつです。で、私はこれ九州醤油、やっぱりご当地のお菓子食べてみたいなと思ってこれ買いました。絶対美味しい醤油。
海に入ってさ、フィラノでサーフィンして、お昼ご飯食べて編集して、そこから車で2時間ぐらい走ってまた高知市内の方に来ました。18番アストロしてピーって、待ってよ、20分ごとに100円、ちょっと待ってよ、20分ごとに100円、1時間300分で1時間で帰る、うん、あ、でもおしゃれなとこいっぱいあるかも。